ごきげんよう、劇団コバーシライトの店です。僕、思うんですよね。新年明けましておめでとうございます。まあ、こんな感じですよ。この木曜日は基本的に私が一人で単独で撮った動画をアップしているっていう日なんですけど、今年も始まりました。こう、私と工藤さんでこう、やちゃこちゃやちゃこちゃ言いながらやっていく、In My Room とはまた違った、まあ、いつも以上に、イマルミナホリックというサブちゃん以上に下手したら緩いんじゃないかと、話題のこの木曜動画もね、よろしくお願いいたします。で、今日なんですけど、まあ、今年ね、使う手帳っていうのをサブちゃんでも徐々に発表していってるんですけれども、去年の後半から使い始めたこの、M6 ロロまであったね。M6 ロロまですね。で、この12月のオフ会で買った M5 のロロマクラシックをポケットに入れて、割とこの持ち歩きボタンとして、結構活躍してますんで、まあその、サブキーと言いますか、こうカバンの中に入ってて、これには書けないような多い情報を保管しておいたりとか、あと、その日々の予定、まあ、毎月、毎週、自分の予定や自分の環境を管理するときに、こう、書いて整えるみたいな使い方で、使い分けていこうかなって感じで考えています。ロロマクラシック、ミニロックサイズの、ターコイズですね。ちょっと緑がかった青。そして、こう、わかるかな？ちょっと、鏡のように映るぐらい輝いています。いい仕上がりですね。で、こいつをですね、ちょっともう中身もうパンパンになってきたんで、中身をちょっと精査して、で、さらに今年からパワーアップさせた使い方をね、していきたいなと思っていますんで、その模様をお見せします。よろしければ最後までお楽しみください。まず中身だよね。で、ここがメモ帳です。12月25日から止まってるんですけど、なかなかメモをね、書く時間がね、なくなってきましたね。というのが、基本的にこれがポケットに入ってますんで、こいつを開けてる時にささっとメモするってことはなかなかなくなってます。だからもうちょっとこれ剥がしちゃおうか。はい。これも多分、ここに多分デイリーログ書くことはないので。で、これは、ここに、なんかね、例えば、これにしようかな。これ減量計画とかでちょっと思いついたらまとめてこう保管するわけですよね。こういうのをささっと書くように使ってるって感じです。はい。ここだと書いて外して、で、正しい場所に入れないといけないじゃないですか。だけどこっちだったらこう書いて剥がしちゃっていくってことができます。で、あとメモして違ったなと思ったら次のページをどんどん書いて、そこを剥がすこともある程度なら可能なんで、ここにノートがあるみたいな感覚になるんですよ。だから、そういう感じで使ってるって感じですね。はい。なので、ここにもね、一応ね、メモゾーンがあったんですよ。申し訳程度に。で、この部分はいらなくなるんで、ここはいきなり、いらなく、排除ですね。で、次。この食べて寝るだけゾーンですね。食べて寝るだけゾーンが、まあ、いろんな、例えばこれ、ルマフュージョンの、使い方。ちょっとまだ iPad の方の動画編集ソフトを全部覚えてるわけじゃないんで、ちょっと編集する、外で編集しないといけない時とかにちょっとこうつけてるみたいな感じだね。はい。っていうページだったり、こう、まあ、コモンプレスのような使い方をデイリーログに取り入れてるんで、それのメモだったりとかっていう、こうガチャッとしたやつですね。で、これ年末年始計画とか、はい。こういった感じのが入っています。で、まあ、ここに減量計画も入れておこう。で、これ大阪の行程ですね。これはいい加減、トラベラーズノートにまとめ直さなあかんから、これもさすが外します。で、これがウィッシュリストならぬウォントリストです。今やりたいことみたいなのを、こう、本当にジャンルレスに書きます。例えば、なんだろうな、最近コータンで言ったら、こう年末年始にやりたいことリストとかは、とかから、ロローマのバイブルの15ミリも、もうなんかコレクションをコンプリートさせたいがために欲しいな、みたいなことがあったら書いておきます。こんな感じで、ウィッシュリストじゃなくて、ウォントリストです。はい。本当に、水キムチの作り方調べようとか、もうそのレベルですよ。そういうのを書いていくっていうゾーンがありますね。はい。で、この大阪のやつはいい加減やらなあかんから、こっちに移しとこう。このクリアケースのところは、とりあえず置き場です。はい。
ですね。で、あ、減量計画、ウォントリストがあって、ウォントリストはある程度このぐらい余裕がないとね。で、これ、あ、とりあえず貼ったやつや。ここね、デイリーログのゾーンだったんですけど、このデイリーログのゾーンは、今回からやめます。っていうのが、こっちの方で、こうデイリーログが割と完璧に、やれるようになったんで、もうここでほぼ完了しますから、トゥデイのタスクはもうここに書くことはなくなりますね。はい。だから、このゾーンもリストランテで。ちょっとこれは、いっぱい置いとくか。はい。で、これがウィークリーゾーンですね。ウィークリーゾーンは、今1月のところはこういう感じですけど、ある程度の時間をこうメモして、で、こっちに、やらないといけないタスクを書いていくみたいなイメージです。こういう感じで。はい。で、終わったのをチェックしていく。うん。っていうのをやっています。はい。で、これ取ったしの終わって、台本仕上げまだ終わってない。みたいな感じで、朝起きて、まあ今日やることはここを見てからこう、ここを見て今日のタスクのことを書き入れていくっていう感じに使っているので、これはもうめちゃくちゃ使いましたね。そして、この25日から31日までの、まあ先週のやつですね、これあるので、これちょっと外して、これはちょっと、イレギュラーになるんですが、よいしょ、今年からちょっとスタイルをちょっとだけ変えたこの春だけバレッジャーナルの1週間の記録、ここに貼って完了させていくって感じですね。はい、ちょっと今回多かったんですけど、よいしょ、せっかくなんで貼っておろうかな。貼っちゃおうかなって感じですね。あ、で、これはそうか。まあ、いろいろと頭を使いながらやらないかんですけど。そう、一週間でこれだから。はい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 。ちょっとこれは一回ここ貼って。まあでも、こんなルールとかあんまり決めてないですね。貼るだけバラチになるわね。だから、こう重なっちゃったりとかも当然するし、よいしょ。うん。ここも何も書いてないし、これでいいっしょ。はい。で、これが M5 に書いてあったウィークリーのメモとかも全部貼ってあるんで、まあ、ごったになんですけど、やっぱウィークリーって来てからデイリーログの記録させたいんで、なんか、本当はここに貼りたかったね。こうしよっか。うん。で、これは、こんくらいだけ貼るみたいな感じで、こんくらいだけ貼って、まあこれも緩いですが、こんな感じでここにこれを貼りましょう。あ、いいね。よいしょ。こんな感じで、まあ、一週間の予定を、いろんな手帳を使ってるけど、最終的に貼って管理する。そうすることによって、これ、2024年のこのクラフトファイルに、なんていうの？すべての自分の記録が記録されたらいいなと思ってやってますね。はい。まあ、話を戻しますが、このウィークリーログっていうところに、あるのは、まあ、そういうものがあるって感じです。だから1週間はこれを見て生活するんだけど、それで、おお、終わったでよってなって、後で貼るみたいな感じですね。うん。で、このウィークリーも、これ、3月末までしかないから、そろそろ買い足してもいいんですけど、まあ、3ヶ月が限度やろなって感じです。はい。そして、ここが、時刻表ですね。はい。愛媛はまだまだね、ちょっと、いいアプリとかもないので、時刻表で管理しないと、ちょっとなかなか難しいので、はい、こういうのを使ってます。そして、宝物ゾーン。これ、水曜どうでしょうの嬉しいのサイン。そして、これが、
最近ディズニー行った時のミニマウスのサイン、はい、もらっちゃいました。で、まあ、インデックスシールとか、まあ、こう、いろいろシールとかね。で、あと、この、キッタもある程度入れてます。ちょっと貼るだけバレットジャーナル見たことをしたい時とか、ちょっと必要なんで。あと、仕事で必要なクリップですね。リセットボタンを押すときに、はい、インターネット設定の仕事をまだちょっとやってるんで、入れてます。そして、このカードゾーンに、こいつ。これが意外と便利です。実はなんか、年末に発見してめっちゃ、いいなと思ってるんですけど、ここね油性ボールペンで書いたらちょっと疑似インデックスになるんですよ。これが意外と便利です。はい、なんで最近よく使ってます。で、このカードケースの部分もある程度カードを入れますし、あとなんかちょっと施設とかで、カードパッと使いたい時あるじゃないですか。で、そういう時に財布よりもこっちに入れとく方が便利な時とかに、入れたりとかするんで、入れるケースの部分はある程度余裕を持たせてる感じです。で、これね、これもさっきここで使ってましたけど、しおりにもなるし、そう、しおり？違う、インデックスにもなるし、トゥードゥにもなるっていうのがちょっと便利なんで入れてます。はい。って感じ。で、これに今年からちょっと足したいんだよねっていうのが、どこだ？どこ行った？あ、ここだ。ノックスのマンスリーです。そう、今まで、M6 のマンスリーちょっと小さくて書きづらいって言ってたんですけど、だん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 手帳が小さい手帳術に傾倒していって、もう今や、ね、M5 のマンスリーまで、搭載してます。だからいけるやろうと思ったんですよ、シンプルに。で、これね、とてもいいんだけど何個か問題があって、まあ、なんせ小さいんですよ。だから、今日ここになんか詰まってるよっていうのを、ただ書くだけぐらいのレベルなら許せるなって感じなんですよ。で、それだったら、やっぱりこれも必ず持ち歩きますから、これとこれは必ず持ち歩くんですよ。英語は、怪しいんですね。うん。こう持ち歩かない日も全然ある。やっぱりこれ記録用なんで、で、こっちにも一応、マンスリーを入れてはいるんだけど、うん、これもちょっとなんか毎日開けるわけではないから、そう、難しいなということで、ちょっと使い分けを考えていかないかってなったら、ちょっとこの M6 のアレルギーをね、自分の中でなんか脱却してもいいんじゃないかなみたいな。意外ともう今あの頃と違って、これめっちゃ書きやすいって言い出すんじゃねえかと思って買ってみました。あんま安い買い物じゃないんだけどね、やっぱね1000円ぐらいするね、マンスリーでもね。はい。で、このね、6用のやつね、一応入れとこうか。で、これちょっとね、ノックスは分厚いので、そこが若干の心配さ加減はあるんですが。ただ、これをチョイスした理由としては、まあ、12月はいらんとしても、ここがフリーなんですよ。だからちょっとこれ、入れてからちょっと考えようか。入るか、そもそも。入るんか？よう。え、そもそも入る？まあまあまあ、入れてミントさ。入れてみる前に入らんやろ、君には無理だよみたいな感じでさ、二刀流なんか無理だよって言われてた大谷翔平が、だってもう世界で一番稼ぐ、アスリートになったわけですから。あ、まあ、一応入ったってことで、まあまあ、話進めますね。ま、めっちめちですけど、こう12月が例えばあって、次にこのメモゾーンがあるんですよ。正直このメモゾーンは僕あんま使う気がなくて、貼るだけバレットジャーナルさっき言ったと思うんですけど、こうやって最終的に全てのサイズのものを、貼って完結させるので、これだと、外して、これをペタって貼っちゃえば、ほら、ね、1月のはここにあるから大丈夫じゃないですか。そう。だから、これならいけるだろうっていう読みです。はい。だから、これを使って書き込んでいって、毎日その Google カレンダーじゃなく自分で書き込んだ予定を管理しつつ、終わったら貼っていくってことで、これがスリムになっていくっていう使い方ならありなんじゃないかと思って、ちょっとこれを入れてみることにしました。さすがに、なんかちょっとこういうのも入れたらおしゃれやけど、これいうのもちょっと勇気を持って断捨離やな、いらんもんはいらんねんみたいな感じで、もうさすがにね、これこっからスーパー断捨離タイムをリアルタイムでお見せしていくわけですね。まあ、ちょっと一回閉めて、この、ね、いいなと思ったポイントいろいろと、このインデックスですよ。インデックスの部分だけ、
お、光るの分かるかな、ピカピカと。ここだけちょっと分厚くなってます。で、まあ、てか全体的に紙分厚いんだけど、こんな感じでこう2のとこ押したら開く、3のとこ押したら開くと。で、まあ、このメモゾーンがあるから、こっちにある程度トゥードゥは書けますよみたいなのが多分ノックスが、想像していることなんですけど、僕はそうは使いません。もうこう普通にこれだけを使っていって、ここはあやった、裏がのり付けできるぞっていうのしか使い、あの思ってませんっていう感じだから、これだったらある程度小さいけどどうでしょうかっていう、 M5 と比べて。M5 にかけるなら M6 にかけるやろ。 M6、 え、それ不満なんやったらよう M5 いったなって思ったんじゃないですか。いや、これ見てもやっぱそう思うな。 M5 に書いて許せるなら M6 は当然いけるし、うん、どうかなって感じではあるよね。やっぱ僕 M6 って小さいなと思うけど、やっぱりこれね、ある程度あると絶対便利だと思うんだよね。うわすげえな。でもこれわかりますかね、ここ全部、ここのこっからここまでが全部、マンスリーで埋められてますね。これ全部入れたらロロマの、M6 のリング、そうね、軽く半分近く埋まっちゃうんですね。はい、だから相当ダイエットはさせないと厳しくはなる。まあでもウィークリーとマンスリー、マンスリー半年だけ入れる？いや、マンスリーはなんか全部入れた方がいい気がするよね。うん、でもこういうところも絶対いるし、まあどうでしょう。まあそうよね、だからメモゾーンがないから、そのパラパラめくる必要もあんまないし、多少はきしんでもギリか。うん、まあでもこれ以上ガジェットが増えたら厳しいかなっていうところではあるけど、でもそうよね、月に1回2ページずつ減っていくわけだから、意外といけんじゃねって今ちょっと思ってます。はい、うん、これ予定を書いて、でマンスリーを見るみたいな使い方、うん、なら問題はないかな、問題はないかな、問題はない気はしますね。うん、こっちにはみちみち書いとって、でこれがほんとこう記号だけ書いていて、こうね、 M6 でマンスリー確かめれますよゾーンみたいな、うん、ウィークリーも試せますよゾーンみたいな、こっちはもう本当に当てつけみたいなこと書いておいて、当てつけやないわ、もうやけくそみたいな、もう雑な書き方にしておいて、こっちはある程度詳しく書いていくみたいな、うん、そうやね。そしたらここにマンスリーが入ってて、あのマンスリーの大きさになれたら、これで春だけバレットジャーナルの種は完了するわけですね。うん、そういう使い方ならいけるか。うん、そうだね。でメモゾーンもあるわけやし、はい、まあ強いて言うならここら辺を断捨離ってことになるんやろうけど、いやまあちょっとねって感じですよね。はい、うん、だからちょっとここの使い方をいろいろ考えていきたいところではあるよね。うん、小さい手帳術の便利さってあるから、だからこれでさらにこういうものを追加していくね、こうでっかいカバンの時にはこれがあるから、まあ母管として活用できたりとか、まああと今までの手帳会議の考えでいくと、まあこう雑記帳みたいな、ただただ書いていくみたいなやつはこう、こういうのを使っていくみたいな、で、うん、そういう使い方をして、なんだろうな、考えていくっていうことになるんだろうけど、まあ言ったら今までみたいにこうメモ機能がほぼないから、ある程度寄進だって、うん、あの問題はない気はしますね。はい、ウィークリーもただただ自分のね管理するだけなんで、やっぱマンスリーはね、なんかこの大きさの時にあると、いやバイブルでやっぱ一番使ったのがマンスリーだったんで、うん、そうね、この感じでなんか使い分けていきたいな、まあ、とりあえずここに予定を書いていこう。1月ちょ書き味を調べようね。まあ一応僕はもう Google カレンダーなんで、はい、で生配信、あーやっぱでもこれは色分けした方がいいわ、
YouTube が赤。ブーン言うてらっしゃるやん。最近まで家の近く車うるさなかったのに、ブーン言うてますやん。収録、収録、収録。はい。これは英語の時にもなんか説明したんですけど、だいたい下半分に毎週決まってることで、上半分にちょっとこう特別な、まあ僕だったらマジックの仕事とか、イレギュラーに入る設定の仕事とかっていう感じですね。で、青が設定の仕事なんで、はい。って感じで使い分けてはいます。で、黒が、なんだろう、マジックと演技、マジックとか、マジックとか、YouTube 以外の仕事とか、用事を書く感じですね。で、12は、ピチコラボ。ここら辺から微妙だよな。まあ、ピチコラボ、月に1回なんですけど、まあ、いつも決まってるから下に書いたり、気分によって上に書いたりしますけど、なんかこれ、縦半分、これね、真ん中に線引いてるんですけど、ここ数字があるから、上の方がやたら少ないんですよね。だからまあ、結局記号だけになっちゃうな。結局記号だけにはなっちゃうなっていうところはちょっとありますね。うん。結局記号だけになっちゃうな。そうね。いや、うん。M 語と書き味的には、なんだろうな。まあ、ペンが 0.7 ミリだっていうのもあるかもしれんけど、そうね、細ペンにしたらたくさん書けるんだろうけど、やっぱり僕はこの太ペンの書き味っていうのは大事なんで、微妙なラインですね。はい。うん。まあ、好き好きだと思います、正直。でも、これはこれでちょっとね、まあ、使ってみんと、多分、なんか使い方のコツってわからんだろうし、はい。時間が決まったら、こっちは時間も決ま、書いて、ある程度はね。で、このマンスリーなんですけど、やっぱこう書ききれないんじゃないかっていう心配があったんですけど、まあ、まずいろいろと、記号を使って文字数を狭めていくってことも当然やるだろうし、あとそもそも論としてこれがぐちゃっとなってこう書きね、こうなんか矢印とかでこうぐちゃぐちゃってなっていく、それがいいかなって思ったんですよ、この M6 は。そうで、まあ詳しくはこのマンスリーもあるわけだから、そう、なんかこれがこうギタギタギタってなんか書き込まれて、もう見づらくなっちゃう方が、なんか自己肯定感上がるんじゃないかっていうところもちょっと感じまして、うん、そういう感じの選択をしたって感じですね。うん。で、ここはライブだから埋めとこう。ね、ペンギンのルービーキューブっていう、新作をやります。そして、25が、親子寄せなんですけど、はい。ね。落語とマジックとコントのイベント。2月はイベントが2つありますから。よろしくお願いしますという感じで。はい。ね。面白いよ、2つとも。で、今新作のライブ書いてるんですけど、まあこんな感じやね。うん、書いてみたらこういう感じやから。ここの使い分けをうまく活用し、ね。ちょっと使い分けていきたいなっていう感じですね。はい。だからもしかしたらこれをなんか体重とか体脂肪率とかの体のことの記録にガチャガチャガチャって使うみたいなことがあるかもしれないけどね。いやでも普通それはないだろうって感じではある。そうだからこれとこれのうまく使い分けを考えていきたいね。うん。これでなんか完了しちゃってはいるんですけど、ただこっちは要は裏側が白くないので。これは貼るだけバレットジャーナルに貼れないんですよ。貼ったらだって次の月は使えなくなるから。だから、こっちの方がいいんだ。貼るだけバレットジャーナルはこれで完了されるんだな。
はあ、なるほどね。はあ、なるほどね。うん、これ面白いですね。だから、こっちがもうガチのあのなんか手帳でこうちょっとメモしとくみたいなぐらいのことで、これは春だけバレットジャーナルに行く用として、使っていくみたいなところがあるね。ちょっとそれ書いとこう。晴れるのがいいね、みたいな。はい。こう見ましとく。そう。だから、こっちをそういう風に使うんだよな。後からこれを春だけバレットジャーナルに貼ってこんなスケジュールだったよってことがあるから、やっぱなんかこう、これと一緒なんだよね。これも、なんか、Google カレンダーでいいんですよ。けど、これを書いて、で、例えばこの、まあ、ないけど、こう収録が、収録交渉だけど実感変えるからこういう風に動きましたみたいな感じでこうやっていくところなんですよ。リアルタイムでもねやっていくし、週の初めにこれを書き込むときに、あ、このぐらいのスケジュールなんやな、全然、あ、これ全然忙しくないなとか、そういうことを考えていくっていうのがポイントなんで、あ、うん、だからこれちょっとここが前倒しになってるんですよ、収録が。そう、こんな感じになったからっていうコストとかを移動させていって、でそれがこの M6 のね、日々を記録していったり、日々を、観察するこっちに移行していくっていう感じなんで、だからこう2冊いるんですよ、僕の中で。やっぱり小さい手帳術とはいえ、そうで、なんかね、こうするとちょっと大きめの雑記とかはやっぱこれが楽しいよねみたいなで、うん、今非常に、実はこう大事なのが、ロールバンの M サイズ、うん、これやっぱ持ち歩きではほら親和性高いでしょ、サイズの。うん、だからこれちょっと意外使ってるんですよ。そう、この メモにもできるし、こう雑記帳に、うん、で、そうこういう組み合わせって本当楽しいよね、ガチャガチャと。でこっちがね、多分ね M6 やったら確かぴったりなんや。そうだからこれを使うんであれば、やっぱ当然これも雑記帳としての時もなんか使っていきたいなと思うし、そう結構ねノートまとめにいいんだよな、外で書くとき。はい。ってなるとこのマンスリーってなんだよってなるんですよ。そう書いてみたけど、うん、ってことはこれもしかしてこのほぼ日手帳のこのノートカバーは最高だけど、私ほぼ日オリジナルいらないんじゃねみたいな感じ、うん、そこら辺をちょっとまたね考えていくとか、そういう感じでつながっていくのは、つながっていくんですけど、まあ、今日はあくまでもこの M6 メインの回なんで、そう考えていくんですけど、いやこれでもパンパンパンじゃねえか、大丈夫かな、なんかこんなもんやったっけ、紐でもまあいけるっちゃいけるよね。基本的にはこの断面鉱物なんで顔面鉱物みたいな言われ方しましたけど、誰がわしの顔岩やねん、ね、顔面鉱物じゃないけど、パンパンパパパンパンパパンやなこれ。うん、今これだけやけんいいけど、まあ、1月が終われば1月を張るわけやけん、また減るもんね、減ってきゃ飲めかなるか、うん、大丈夫かな。でもここ3ヶ月埋まるんだろう、半年分にしとくか、悪いこと言わんけん半年分にしとく、どう思います皆さん。そうやな、なんかこれ、うん、だってこんなに予定入らんもんな、ギチギチに。いや入るかもしれんのか今年からは。いやー迷うわ迷うわ、どうしよう。なんかだって分厚いもんこの時点でこんなに取る、あと他にだって防ぐもんないもんね。わあ、ノックスの、これね、気になるところであるね、このインデックスの開け方とかもマジで使いたいんだけど、やっぱそれのために分厚いんだよな。まあね、こう、悪魔のささやきが聞こえますよ。伊勢くん、M62 冊替えにしたらいいんじゃないのみたいな。君一時期やってたじゃない。プロッターの M6 サイズ復活させないわで、いやそうなんですよ、2冊使いやってる時期があったんだけど、なるべく1冊にしたいんですよ。あれ2冊使いにしてて何が困ったかって、これはこっちこれはこっちって2冊分けてて、取り出す時に同時に見たかったら同時に取るとか、その要は出し分けることなんでしょう。
あれがねめんどくさくてね、ちょっと手帳から距離離れたんですよね。うん、だから M6 をね2冊使いするのって僕の中でね、あの結構めんどくさいんですよ。だったら分厚い手帳欲しいなみたいな。で、Firefox とかでもう一つ大きいやつとか存在するんですけど、なかなか自分の好みに合うサイズがなくて今迷ってた。ちなみにやけど、このメモゾーンなくしたら意外といけるん。あ、メモゾーンなくしたら割とスリムになったな。ただこれめくるの関係ないもんね。うん、関係ないもんね。だったらやっぱこのメモゾーンも便利やからいる。そうね、これがあってこそみたいなとこあるから。だからやっぱもう こんだけパンパンになってるってことやね。はい、パンパンになってて、もうこうパンパンやなってなって、パンパンになった上で考えりゃいっかみたいな感じか。はい、ちょっとねそこが今の一番悩みポイントですね。うん、いやー、でもこれいるよな、いるよな。でまだこのガジェットはきっと増え続けるもんな。やっぱ半年で分けるか。そうやな、一回分けてみよう。そうやろ、試しもせずにはいかんわ。だってインデックスありゃ便利なんだからね。まあ7月はないわでいいでしょ。7月はないのみたいな。どうかな。あ、やっぱ劇的に変わるな。やっぱ半分違うってやっぱ劇的に変わるな。そうやな。でまだちょっとこんだけ余裕があるから、うん、最初はこのぐらいにしとこう。で、気になったらまた考えたらいいんやから。でこれはちょっと保管しておいてね。1月終わったら1月外して7月まで入れてもええし。で、あ、いかんいかんいかん、これこのぐらいまで予定入ってきたと思ったら初めて考えればいいわ。なんかその、うん、あ、わかったぞ。この持ち歩きロールバーに入れとこうか。一応ここにありますからねみたいな。そう、忘れたわけじゃないですからねみたいな感じで、これを、うん、クリアケース、うおーうおー、え、これをやったっていうぐらい。え、水さんもしかしてこれ昔 この人らちょっと絡みあったんですかみたいな、これはだったんですかぐらいのですね。あ、ええやんか。あ、これでいいな。うん。そうなん。てかさ、このサイズってさ、これ前も試してないんだっけ。なんか、そもそも論で、マジで今、そもそも論になるけど、まさかね。いや、これはさすがにね、そんなわけがあって、たまらんち会長になりませんか。大丈夫ですか。たまらんち狭い。え、たましだけで、どのくらいいけるかよ。いやさ、ぴったりなわけないから、ぴったりなわけないんやけど。割と活躍できるな。まあ、あのマンスリーがもう何もかも見えなくなるんで、ちょっとこのストレスはたまんねえけど、ただだからこの前側に入れるのはちょっとなーって感じですけど、後半になんかこっちに入れるなら全く問題ないね。例えばこことかに、うん、なんか思ったよりペンに干渉するかなと思ったけど、まあ干渉どころじゃないか。そうだね、うん、
あ、そうなんや。このクリアケースと同じぐらいやから、あ、いけるね。あ、へえ。マジか。あー、またロル M の、との相性を知ってしまったね。ロロ M とロル M の相性。これ、バツ&グンなんじゃないですか、これ。大丈夫ですか？バツ&グンですよ。だって、これでメモしたことを、そのまんまこうやって挟んでいいってことでしょ？そういうことでしょ？じゃん。え、マジか。いけるよ。いけるいける。なんかペンに当たってダメやろうと思ったけど、いけるな。え？え、じゃあこれがいらんなる？もしかして。いやいや、そんなことないな。ロル M が出せるときと出せんときがあるわけやから。ある種、これはもう、こうなんだろうな。副産物と思わんと。だってインデックスとかも、相当触りづらくなるもん。けど、これができるのは偉いな。うん。じゃあ、やっぱり今、カバンの中に、絶対入れないといけないのは、この3冊にするべきなんですよ。まあ、これってか、これポケットだもん。ポケットに入れてて、うん、こいつに詰めれるだけ詰めて、うん。だな。で、あ、それだ、それだ。で、ここに、挟んではないけど大事そうなもの、M6 のリフィルを入れて、一緒に持ち歩くんよ。そしたら、こっちに入ってないやつはこっちにあって、ある程度ならできますよ、みたいな。この程度でいいんやけ、半年後なんて。ははこうだ。よしよしよし。とりあえずこれで1月始まるわ。うん。で、とにかく、マンスリーと、ウィーキーの組み合わせをしっかりと使いこなしていって、うん。で、また厳選するでもよし、さっき言ったように、こっちがプロタの M6 になって、とかね、細いやつをもう一回持ち歩く、みたいな使い方、うん。とか、まあ、また、もしね、このターコイズを超えるほど刺さる M6 のリングにでっかい、ものを、ね、手に入れるっていうのもありなんだけど、まあまあまあ、とりあえずこれでいいだろう。いいね。はい。安定しましたね。よかったよかった。はい。というわけで、今年もね、いつも通り、例年通り、この手帳タイムをね、わちゃわちゃ一人でやっていくところを、木曜日はお送りしていきます。よろしければ、チャンネル登録、高評価して、次の動画をお待ちください。ハッシュタグ202で視聴者がツイッター、インスタグラムで交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると確信しておりますので、ぜひ覗いてみてください。あと、サブスクリプションが2種類ございます。詳しくは概要欄にありますので、こちらの方も、もしご興味がありましたらよろしくお願いします。とにかく私たちを応援してください。というわけで、この木曜日の単独動画も今年もよろしくお願いします。ハッピー手帳ライフ、過ごしましょう。というわけで、またお会いしましょう。バイバイ。